札幌市街地にもくもくと立ち上る白い煙。アーケードの上から消防が放水活動をしています。火事があったのは札幌中央区南2条西4丁目のたぬき工事商店街にあるラーメン店札幌エンジンです。午前11時過ぎ、通行人から白い煙が上がっていると消防に通報がありました。たぬき工事商店街には辺り一面に白い煙が立ち込め、焦げ臭い匂いがしています。消防が懸命な消火活動に当たっています。消防車42台が駆けつけ、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、2階建ての木造ビルの内部が焼け、従業員の20代男性が手や背中に火傷をしました。またこの火事でたぬき工事4丁目商店街が通行止めとなり、店の従業員や客などが一斉に避難したほか、市電が一部区間で運行を停止するなど、現場は騒然となりました。1階にいたらなんかもう煙とかどんどん来て、やっぱり結構なんか匂いとかもすごかった。外見たらちょっと燃えてるってことだった。炎がすごかったですね。ここら辺全部真っ白でした。やっぱり心配です。当時は古いビルが多いんで、今日1日多分閉鎖になりますし、ちょっとそれは大打撃だと思います。もう全部ダメになった。そのビル自体がダメになった。木造だから多分そこに営業できない。他のところ探すしかない。火事があった札幌エンジンは、1300度のバーナーでスープを熱する調理法が人気のラーメン店です。警察によりますと、当時店では従業員6人が開店の準備をしていて、ラードを鍋で火にかけていたところ、目を離した隙にラードに火が燃え移り、火を消そうと水をかけたところ、さらに燃え広がったということです。警察と消防は明日午前10時から現場検証を始め、出火原因などを詳しく調べる方針です。